はい、えー、今回のこの動画では、ペライチでのページの作成方法を解説いたします。では、まず、えー、アカウント登録が終わると、このマイページに進むかと思いますので、そこから新しいページを作るといった、こういったボタンがあるかと思います。で一番初めの場合は、こちらの右側の方に表示されているかと思いますので、そのページを作成するといったボタンをクリックしますと、 はいえー、続いてテンプレートの選択画面に行くのですが、まあ、こういったテンプレートの中からお好きなものを選択してください、はい、で次の画面で今すぐ編集を始めるで次の画面でペライチの編集が可能となりますこちらが編集画面になります、はいえー、今回のこの動画は以上となります